DHL の貨物輸送機、DHL の配送車、DHL のボート DHL は航空機を主体とした国際宅配便、運輸、ロジスティックスサービスを扱うドイツの国際輸送物流会社。本社はドイツ連邦のボーン。事業展開国、地域数は228。ドイツ国内及び国外の宅配運送。 ロジスティックスサービス等を複数社体制で提供する世界最大の国際輸送物流会社で現在はドイツポストの参加となっているドイツポストがドイツ国内郵便事業を担当し DHL が国際宅配輸送ロジスティックス事業を担当する日本では DHL ジャパン株式会社 DHL グローバルフォワーディングジャパン株式会社 DHL サプライチェーン株式会社の3社がある。DHL はアメリカ合衆国カリフォルニア州で1969年に創立された。会社名の由来は創業者であるエイドリアン・ダルシー、ラリー・ヒルブレム、ロバート・リンの頭文字となっている。DHL は世界最初の国際宅配便であった。3人はまずアメリカ本土とホノルルとの宅配便を開始。 そこからアジア・オーストラリアを足掛かりにして大成功を収めた後アメリカとヨーロッパにも進出し国際宅配便の大手企業へと成長した1998年にドイツポストが同社の株式の22.5%を取得したのを機に事実上ドイツポスト参加となりアメリカ合衆国の会社ではなくなった1999年にドイツポストは スイスの大手ロジスティックス企業であるダンザスを参加に入れ、DHL において、ロジスティックスサービスを提供する会社として、ダンザスを、DHL ダンザスエアーオーシャニエ、名称変更。2002年には、ドイツポストが、国際宅配便の DHL を100%子会社化。旧、ダンザスとは、国際宅急便 DHL エクスプレスの社名で、区別される。2003年に、 それまで国際卓球便とは別ブランドとして提供していた DHL ダンサスエアーオーシャンのサービスを DHL エクスプレスのものとブランド統一。それに伴い DHL ダンサスエアーオーシャンは社名を DHL グローバルフォワーアーディングと変更した。2005年ドイツポストが当時世界最大の 3PL 企業であった a e x e l の全株式を取得し、 社員50万人を有する世界最大規模の統合物流企業が誕生。QXL は DHL サプライチェーンへとブランド変更した。業務受け追いデータは下記の通り。DHL ジャパン株式会社は DHL インターナショナルの日本法人。本社は東京都品川区にある。2006年7月からグリーンロジスティクスと称する環境保護への取り組みの 一環として、メルセデスベンツ A クラスの燃料電池自動車会、セルを借り受け、東京都内で配送車として2008年まで試験、運行した。また2013年には、電気自動車の日産 ENV200 をモニター運行、2014年12月より、環境プログラムゴグリーンの一環として ENV200 を導入している。愛知県の中部国際空港に、 資本提携関係にあるエア香港の機体を使用して定期貨物路線として貨物運輸を行っている。2007年1月 J リーグ、ウラーレットダイヤモンズとオフィシャルパートナー契約を締結。AFC チャンピオンズリーグをはじめとした国際カップ戦で DHL のマークを入れたユニフォームを提供。2009年からは国内リーグ戦。 カップ専用ユニフォームのパンツ部分に広告を掲出している。ありがとうございます。